どうも。どうも、ジェネインです。どうぞよろしくお願いします。ということでね。これちょっとかける？これ、コメント。コメントね、あんまり調子良くないみたいな感じなんですけど、コメントかけますかね。はい。あ、かけるって。なんでハゲやねん、これ。一発目が。まあ、いうことでね。すいません。今、マイナス、5度ぐらいの、帯広万栄競馬場におりますっていう画質。あ、マジで画質いい？多分ね、LT だから。おう、多分 LT の影ってことで、おう、やったねっていう、じゃあ抜け、どういうことやねん、それ。どういうこと、またね、チャット飛ぶかもしらんけど、そしたらごめんね、みたいな、おう、マジで、そうそう、結構電波、あのね、LTE、うん。どうだった、牧場。牧場みんな見れた？牧場結構ね、多分電波きつかったと思う。おう、そうそう、園田競馬場。なんで直線やねん、これ。どっからどう見ても、帯広万栄競馬だよ。おう、帯広に来てます、万栄。おもうちょ、めっちゃ寒い、マジで。おえ、吹雪なくてよかった。マジね。おそこはよかった。でも、普通に寒い。マイナス5度。おマジで。どうね、帯広の、バカ野郎、今からね、ちょっとこれ、晩ご飯代、今日何も食ってないから、マジで。かわいいもあった。本当に？うん。ということで、とりあえずね、じゃじゃん。一発目。あ、ちょっとなんか落ちた。こちらってことで、1368のボックス。よろしくってことで、ちょ、一個落ちた。一個ちょっと馬券が落ちちゃった。すまんすまんってことでね、これちょっと、まあ、とりあえず、567。うん。567買ったから、マジで。うん、そうそう。はい、初で。なんでやねん。まだ始まってもないよねっていう、これ。おう、そうそう。カレーラーメン前。マジで？ちょっとね、まあ、欲しがりません。勝つまではってことで、まず頑張るっていう。うん、ジャパン走るか。サラブレッドやろ、サラブレッド、ジャパンは。ね、万栄系。めっちゃでかい。さっきちょっと見といたんだけど、めっちゃでかい、マジで。うん、まあ、可愛かった。あ、本当に？そう。おとなしいところがね、どう出るかっていうのはちょっと心配はしてる。マジで。おう、そうそう。京都8レースで、お山しよう。マジで3着。あ、おめでとうってことで、ね、ちょっと今度、もしご馳走してくれませんかみたいなね。そうそう。うん、落ちてた馬券。いや、落ちてた、俺が落としたんだよ。どんだけこじきやねんっていう。うん、そうそう。あ、ちょっとボケたね。うん、これで OK？ うん。京都、じゃあ、だから京都記念はディープ。もうディープ3買っとけばもう勝ち勝ちみたいな。そうそうそう。うん、明日朝帰る。そうそう、明日朝帰る。うん、そうそう。だから、ちょっとね、最後にこの万栄競馬を、まあ見て、がっつり、もう儲けて、ちょっとタクシーで帰るみたいな。おう、雪に埋まって起きて。何これ、ちょっと雪に埋まってきてって。めっちゃ雪なんだけど、これ。おう、なんかすごいね、新雪みたいな感じで、綺麗。おう、そうそうそう。大山7です。あ、本当に慎吾さん頑張ってって。うん、ジェヌインのハゲ。なんでスペース開けた、そこ。ね、なんでそこスペース開けたっていう。うん、そうそう。ジョアドビーブル買ったら、ジョアドビーブル出てないよね、ここね。おう、万栄競馬だから、ごめんね。なんか、中央競馬と思って見た人ごめんみたいな。一応、地方馬主なんで、ちょっと万栄競馬やりますって、そんな感じ。おう、そうそうそう。よし、行くぞ。マジで。もうちょっとね、これ、とりあえず、この、万栄競馬でしっかり儲けないとみたいな。そう、うん、GRA は早やらんくていいよ。万栄オンリーで。よ、もうね、万栄オンリーで行こうとか見た感じわかる？これ。現地なんでね、これ、現地。おう、現地なんで、もうどうにもならないよねっていう。うん、ここはね、トライジョッキ。もうトライさんに全て託すよっていう。おう、何番だっけ、トライちゃんって。ちょっと今、レイプロ見るわ、レイプロ。うん、ちょ、レイプロ見ますっていう。うん、そうそう。新一のハゲ。なんでスペース開けたん、そこだから。なんでスペース開け？牧場で黒猫は買わないよ。うん、なんかすごい懐かれたけどね。そうそうそう。トライジョッキーは、何番や？何番や？うん。トライジョッキーは、どれかな？うん、そう、え？京、ま、友口で京都記念買いたいですって、こう、いや、無理だろ、それ。うん、京都なんですか？みたいな。そうそうそう。え？もうちょい。いや、いけるんだけど、これね、めっちゃね、アイスバーンなんだよ、これ。アイスバーン。行く？もうなんか、君たち厳しいことばっかりやな、これ。こんだけ入った。めっちゃ冷たい！冷たい！うん、うち行きましたっていうね。そうそう。誰も、いや、あのね、レース前になると、今は誰もいないけど、レース前になると結構来る。うん、そうそう。1368。1368。島津、トライ、入沢？うん。で、阿部ちゃん。うん。まあ、阿部ちゃんよね。阿部ちゃん、島津。これでもいいけど、まあ、トライが来たら結構でかいな。1368。そう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 。うん。ちょっとそれで頑張っていこうかなと思って。うん。え、行けよ。いや、来たけどさ、ちょっと、めっちゃ、もうね、とりあえずもう今日移動しすぎてね、しんどいみたいな。そうそう。うん、ハゲバン、誰がハゲバンだよ。まあ俺なんだけどね。そうそうそう。うん、とりあえず、今、出走待ち？うん。何待ちって言ったら、馬待ちみたいなね。そうそうそう。うん、で、こっからスタートして、こういう感じね。これ第一障害。うん。かの夢の第一障害。で、こっからバーンと行って、第二障害みたいな。そう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 。うん、なんかナイスカップルみたいな。うん、そんな感じ。うん、あ、やっぱ LT だと画質いいんだ。ああ、その玉 LT 引いてほしいな、マジで。うん、そうそう。危うく見損ねるとこだったらどういうことやねんっていう。うん、そうそうそう。まあ、とりあえずね、今、馬待ち。うん、アイスバーンと新一のデコ、どっちがツルツル？互角？なんでやねん。どういうことや、それ。うん、そうそう。何あれ？監視と？あ、どれ？あ、これ？あ、なんだろう、これ。なんだろうな、うん、パイロット
ートビデオとかの系かな、うん、わかんない。そうそうそう、うん、かの有名な、これが万栄競馬ですよね。ちょっと楽しみってことで。そうそうそう。うん、え、ここならブレスも勝てる。まあ、重り引けないけどね。うん。まだ多分ゲート出られないっていうね。そうそうそう。うん。あんたのか、ちょっと顔勘弁してくださいっていうね。汚いんで。うん。だって、昨日、ホテルにトイレも風呂もなかったっていう、うん、衝撃の事実だよ。しかも大浴場もないんだよ。うん。ドライステイ中のみたいな。そうそうそう。うん。夏はナイターやってる俺は今日、あ、本当に、まあね、これ絶対夏に行くべき。うん。寒すぎだよ、本当に。マイナス5度って、ちょっと本州の人間には無理無理みたいな。そうそうそう。うん、とりあえず、もうここはトライさんに、ちゃんと連に絡んでもらって、ちょっと馬券取ろうぜみたいな。そうそうそう。うん。バズれ、誰が外れ馬券だよ、バカ野郎。まあね、当たり馬券ですね。ちょっと待ってよ。今見せる。うん。ね、こんな感じ。とりあえずこれですね。ババンっていう。うん。これ。1368の、馬服ボックス。うん、もうね、ボックスじゃないとね、当たる気がしないんだよね、もう万栄、もはや。うん、だからこれを辺で行った。まあ、トライさん来たら結構ね、多分大きいんじゃないかなっていう、うん、新人ジョッキだから、そうそう、うん、ハゲ馬券。誰がハゲ馬券だよ。馬券までハゲるかっていうね、そうそうそう。うん、帯広駅前の豚丼食べた番長っていう店で美味しい。あ、本当に、まあちょっと欲しがりません、勝つまではみたいな。うん、だからちょっとなんとかね、買って。うん、食べたいと思いますっていうね。そうそうそう。うん、余分ボンバー、誰が余分ボンバーだよ、だから。うん、いや、これとりあえずね、SBO でしっかりと、うん、予想したのを見てきたから、まあ多分ね、水分量 3% 台だなと思ったら、まあ予想通り。だからそれ、一応、まあ昨日書き留めといて、まあ今日臨んでるみたいな。うん、そうそう。え、な、空気めっちゃいい。うん。なんかね、住んでるね。うん。住んでる。あと人がまあ基本的にあんまりないっていう。うん。ゴミゴミしてないっていう。そうそうそう。うん。バンバ君のパン。何バンバ君のパンって。あ、なんか言ってたな、そういえば。うん。なんかわかんない。とりあえず、まあ、まだ何も買ってないから、うん。もう、欲しがりません、勝つまでは。もう何回も言うよ、これ。うん、よろしくって。え、ハゲは何枠でしてる、どういうことやねん、それ。ハゲは出走しないから、うん、そうそう。え、チンパン。だ、どこのチンパンだよ、それ。なんでチンパンと手繋いでね、ウッキーってなんで連れてこなあかんねんっていう。うん、そうそうそう。今なら、ババ、ハゲだって。なんだこれ、うん、読めないんですけどってね。そうそうそう、うん、え、いや、これはこれね、あのダッシュさっきね、ちょっと練習軽くしたんだけど、まあちょっと内緒なこと恥ずかしいから言わないんだけど、軽くちょっとねダッシュ練習したら、あ、ちょっと君ちょっと走らないでみたいな、うん、これね、わかる、これここ通ってくるんだよ、みんな、これババ馬がね、うん、だここ通ってくるから、ちょっと走ると馬がねびっくりするんで走らないでってね、めっちゃ注意された。うん、だほんと禁止ね、そこ。うん、そうそうそう、うん、いや、言う、ちょっと内緒なんだけど、ちょっと恥ずかしいから。そうそうそう、うん、だから、ちょっとできませんっていう。うん。え、ハゲ出しの練習、ハゲ出しの、誰がハゲ出しの、ただ、走ったらダメっていう、怒られた。誰がハゲの練習でおかしいだろうっていう。うん、そうそう。中国の空気は最悪。まあね、なんか、あの、ハウスダスト、わからんけど、高価格スモックか。うん、ね、なんか、PM2.5 かなんか知らんけども、うん、大変らしい。うん、そうそう。牧場の馬呼んだらいっぱい寄ってきた。ほんと寄ってきた。うん、で、結構違う馬、うん、多分ね、これも園田の馬だと思う。母目なんか聞いたことあったから。うん、多分、園田で橋本厩舎の馬だと思うけど、それがね、めっちゃね、これね、ガツガツ来た。うん、ガツガツ来てね、ちょっと俺もみたいな。まあ女の子だけどね。そうそうそう。うん、来たんだけども。うん、前半見なかったんだが、一人。うん。一人でも誰かね、一緒に来て欲しかったけどね、なんかね、一緒に、そしたらなんかね、この後、ちょっと飲みに行くみたいな、ね、祝勝会するみたいな、そういうのね、あったと思うし、めっちゃ馬とね、戯れた、今回。もうね、まあ多分競走馬になったらもうここまでね、もう遊べないぐらいね、戯れて、で、俺、馬アレルギーだから、めっちゃくしゃみとね、涙が止まらなかった。やっと今ね、大丈夫になった。うん。雪の上でダッシュしろ。できるか、だから。こけるわ、だから。うん、普通の靴だから、そうそう。うん。牧場の女の人、どうだったってどういうことだよ。うん。人妻ですよ。うん、そうそう。え、可愛かった。うん、可愛かった。だからね、誰かに、どうやらみんなちょっと一緒に来たかったな、本当に。で、一緒にさ、もう、ね、デビュー前の、北山の子、なんかデカパラちゃんって呼ばれてんだって。うん、デカパラちゃん、でかいから。うん。そうそうそう。だからそういうのにちょっとね、戯れたかったなと思った。そうそう。うん。黒猫とも多分、まあ黒猫ともね。うん。ちょっとそれはハプニングだったけども。ちょっと、その時もね、みんなのコメント全く見れなくなってたから止まっちゃったんだよ、なんか。うん。最後になんか書かれたのが、なんか噛まれて粉砕骨折しろっていうのが最後の書き込みだった。うん。なんちゅう書き込みやねんって思ったけど、そうそうそう。うん。だから、今日もね、ちょっと途中消えてしまうかもしれない。うん。デカマラ、お前かよっていうね。そうそう。まあ僕かなみたいな。うん。じゃあ、デカパラ。うん。パラダイス、ハーチシパラダイスクリークだから、で、北山パラダイスだから、デカパラちゃんって呼ばれてるんだって。大きいからね、体。うん。まあ確かに他の馬に比べるとちょっと大きかったね。ただ大きいと、ちょっとのんびり屋さんになりそうで、その競走馬としてね、うん、大丈夫かなって心配はちょっとあるっていう。うん。関係多いよ。めっちゃ多い、これ。ほら。おう、まあ、ちょっと今はあんまだけど、めっちゃ多い。うん。でね、女の人が多い。女性とか、マジで。うん。誰がデカマラだよっていうね。そうそうそう。うん。あったあった。うん。1レース何時出走、それまで。どういうことやねん。1レースじゃなくて、もうね、5レース。うん。5レースぐらい。
そうそうそう、猫何匹、もうね、数えきれないほど、5、6匹だと思う。なんか、その厩舎のネズミを取ってくれたりとか、あとは何だろう、その何、ネズミとか、あとなんか鳥とか、そういう、なんかいらん害虫を、なんか猫がさばいてくれるっていう、そうそうそう、本当は腹袋がでかいからじゃない、腹袋ね、でかい、確かに。そう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 、まあ足も長いけどね、だからこれでこう鍛えてきたら、そこはねビシッとこう筋肉が詰まってくれば、まさにダートバみたいな。やっぱそれは適性はあるよね。そうそうそう、芝はまたちょっと違うっていう。そうそう、SB はこのレースさん、まあやっぱね、トライさん、頼むよと。3番だよね。ちょっとこれ応援しよう。トライ心か、トライさんをしっかり応援していきたいと思います。なぜかちょっとね、大障害に人がいますけども、どうしましたみたいな。そう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 、勝ってる、いやまだね、始めたばっかり。ちょっとこれ頑張りたいなっていう。あ、ジョッキがね、一応ね、ゲートの前に出て一礼するんだね。あ、そうなんだ。ちょっとね、ルールが分かるっていう。そうそう、公式写っちゃう、マジで。俺ちょっとフードかぶってるから多分ね、分かんないと思う。寒くてね、今フードかぶってるから、フードとマスク、フードとマスク、まあもし見かけたらね、声かけてねっていうね。そうそう、よし頑張れよ、ちょっとトライさん。まあとりあえずね、一発目だから、ここはちょっと落ち着いていこうっていう。まあとりあえず軽めにね。いや、当てて豚丼食いてえな。当てて豚丼食いたい。もう何も食ってないんだ俺今日。北海道に上陸して唯一食ったのがセブンイレブンのなんかサラダかきピーみたいな、100円。そうですね、羨ましいな、一度見てみよう。行こう行こうぜ、本当に。北海道、なんか安いチケットいっぱいあるからさ、まあ俺はマイルでっけど、そうそう、合図するから後ろも、やめてよそれ、ちょっと合図したって絶対無理だよもう。どう考えたって、だってこれタイムラグあるもん。だちょっと無理っていうね。そうそう、そろそろ静かにしてって、そのボリューム、パソコンのボリューム調整してみて。あ、ゲートイン始まった。ゲートイン始まったよ。よし。北海道のコンビニ、セイコーマート行かないでと、どうするって言われても。いや、ちょっとね、まずここで勝ったら、もう豚丼でも何でもね、セイコーマートでも全部もう営業権ごと買い取るから、マジで。そうそう、お土産頼むぞ。金がないって言ってるだろ、だから金が。当たったらね、そうそうそう、駄菓子屋で上を、駄菓子屋でだ、駄菓子屋どこみたいな、そこお金もかかるよね、みたいな。お、入って入ってる。いいね。いやー、グッとくるわ、これやっぱでかい。でかいよね、本当に。今、今だってもう振り返ったけどもね、全然何もないっていう。そうそうそう、お土産、いや、お土産も買ったらね、お土産どころか、ちょっと万英競馬に一頭馬をみたいな。さっきなんか10万馬券って言ったよね。なんかいろいろ聞いてきたよ、競りだと、なんだっけな、万英馬の競りって、まあちょっとね、悲しい話、お肉の競りとね、一緒に行われるんだって。一緒なのかな、わかんないけど。だからそういうのがあるから、ちょっと値段もね、よくわかんないですって言ってた、牧場の人がね。おー、締め切り、よし、来るぞ。来るぞ。後ろ向いた、マジで、ちょっと恥ずかしいわみたいな。そうそうそう、行くぞ、よし。ちょっとね、トライさん3番頼むよ、本当に。よし、あ、寒い、これね、ここだ、ここだ、多分聞こえないから。ここ多分ね、今オッズの紹介っていうのを多分インターネットでやってると思うんだけど。そうそう、タイミングバッチリすぎてみた、マジでやったねみたいな。キャプチャーキャプチャーっていう。そうそう、パパ乱入したら怒られるわ。そうそうそう、公式バンってどういうことだ、だからバンってどういうことだ。高速回転しないよ、回転。じゃあ、マジでスタート。ちょっと待ってよ、今ゲートこれ全部進んでるから。これそのまま行っちゃうのかな。そうそうそう、このまま。さすがに飯くれくれやってよ。いや、マジで当てたい。別にわざと外してるわけじゃないからね。ここはトライさん。3番。頼むよ。ここはもう3番でピシャッと言ってくれればな。もう豚丼。もううまい豚丼をね、なんか、お椀からはみ出るぐらいの豚丼食いたい。マジで。そうそうそう。ちゃんとバグについて。いや、いけると思う、多分。まあ、その辺ちょっとね、まあ、ここだけの話、練習したから。大丈夫。ちゃんと本番に向けて、ちょっと段取り主義だからね、ジェヌイン君。ジェヌイン、ジェヌイン、段取り主義だから、その辺は。ちゃんとね、練習したから多分いけると思う。そうそうそう。もっとこう、いや、大須沿いもギリギリだって、これ。マジで。これ以上入ったら本当ね、大砲みたいな。そうそうそう。当てろよ、ために。当てたいわ、だから。どんだけ当てたいって。そうそうそう。お前、演じろ、いや、ごめん、まず聞いていい？えんじ色って何色？それがわからない。青、濃い青。今、俺着てんの濃い青。で、フードは黒。よっしゃ、よし、食うぞ。よし。バンエット勝ち。5レース。さあ、どうだ？よし。トライさん頼むよ。
トライさん頼むぞ本当に。よし行くぞ、頼むぞ、スタートスタート、来い来い来い、来た、よし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 、行こう、よしよし、わ、早い早いっすよ、なんかいいねいいね、どこトライ、あ、いたいたいた、よしよしよし、いいよ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 、いいねいいね、いいちいち、オッケーオッケー、いいよいいよ、トライ、よしよし、いいねいいね、いいよ、いいちいち、オッケー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 、いいんじゃないいいんじゃない、8ラウンド、8、いいねトライ、よし、いいよいいよ、よし、いいよトライ、オッケーオッケー、いいぞ、つけつけ、よしよしよし、頑張れよ、来いよ、いけ、トライトライ、頑張れ、よし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 、エンドトライ、おい、あかんあかんあかん、よしトライトライトライ、よしエンド、トライ、みんなゴールに向かってる、いいぞ、トライ、あ、いかん、ベンダー戦、あかん、2枚やんぞ、あかん、もっといけ、一番止まっとるかな、もう一番止まっとるかな、これマジかよ、なんだよもう、くそマジで、どういうことこれ、くそもう、え、何番、はっ、え、どこ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 、何番、うわ、待って、ちょっと待って、何番これ、もうくっそーマジで腹立つなこれ、どういうこと、何番、何番だろう、ちょっと分かんない、あーもうちょっと頭くるなこれ、何番よ、3番はちょっともう、くっそーマジで、もうパドック回りってことで、うん、なんぞこれマジで、もうボッケー、ま、もうトライ、もうなんやねん、もうどうなった今の、もう何番、2番き、やめろ、2番、2番やめて、2やめてほしい、おう、え、お前何ですかっていうね、そうそう、おう、そうそう、に、何、263ってこれマジで、おう、ちょっと見えた見えた見えた、おう、何263これ、おう、え、現地行ってやって当たった、ないんですけどね、おう、そうそうそう、何これちょっと、ボンキュ、これ、ね、チャットね、多分ね、時々飛ぶんだけど、今ね、戻った。てか、みんな一切発言してなかったっていう、説もあるけど、うん。なんも、え、263なの？もう、くっそ、マジで、これ。63？ これ。ほら。惜しいよね、これ。惜しいよ、これ。うん。ボッケ、マジで。おえ、何が、めっちゃ発言しと、あ、めっちゃ、ごめん、いや、今やっと見えたっていう、そうそうそう、おう、前って予想や、いや、予想やるよ、おう、いたいた、予想やとかね、普通にね、ただで教えてくれるおばちゃんが、うん、そうそうそう、え、じゃ、ほんとこれちょっと、いや、真面目にやってるよこれ、ば
バカがマジで本当に。どういうことやねんこれ。もう次ね次。もう次買ってるからこれ。次は3番これ。6レース3番。3番から1245。これ島田さん？もう馬たんだからこれ。馬たん。もう3、馬たん。男の馬たんよこれ。よし。これでいこう。ちょっとねポケットにポッケにしまいます。ポッケに。落とさないようにねっていう。そうそうそう。よし。次の3は消しか。どういうことやねんそれ。なんで消しやねんっていう。そうそう。むしろ買い買いっていうね。そうそうそう。よし。パドックね。皆さん、ここがパドックですよ。はい。何を言ってるんですかっていう。そう、ここがパドックですよ。ちゃんとね、特等席準備しましたっていう。まあ、ごめん。クソ寒いけどね。そうそう。ピント合ってるこれで。オッケー。そうそう。頭皮もポッケに。どういうことやねん。頭皮どうやってポッケにしまうのっていう。まあ、ね、今通りましたけど。はい。そうそうそう。養分増やすためにして。だから、このね、2はね、ないわ。いくらつくよ、これ、マジで。でかいでかい、マジで。めっちゃでかいよ。そうそう。3番。3番だろ、ここは。36だよ、36。もうトライ、マジで使えんわ、ほんと。マジで。バンバンに蹴られた痛みか試してみて。まあ、試したら、最後だね、多分ね。多分最後だと思う。そうそうそう。よし。頑張ってほしいわ。一応パドック周りね、よろしくってことで。頑張ってほしいな。次3番ね。島田さんだよね、次。島田さんだよね、多分ね。ちょっとレプロ見よう。レプロ。そうそうそう。ムービーも万円馬ぐらいでかすぎ。まあね、ほんとね、まあちょっとそれはでかすぎってもあるけど、そこぐらい頑張ってほしいね。そうそうそう。帯広全体に腐敗集計。出るんだけどってバカ、それ俺のせいっていう。ごめんね、風呂入ってないっていう。シャワーも行きませんっていう。てか、止まったところなかったんだよ、だから。こいつ、この3番。これどう？これいいっしょ、これ。割といいと思うんだけど、これ。島田さんではね、ジョッキー。ちょっとそこチケラッチョってことで。そう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 。よし。頑張ってほしいね。次こそは。自衛隊の戦闘機がハゲにレーダーしました。なんで俺を標的にロックオンだよ。おかしいだろ。何罪だよってね。そうそうそう。3番頑張ってほしいわ。ね、ちょっとここちょっと取るぞ、さすがに馬たんで。マジで。今日特急レース始まるから黙って。ボリューム、調整っていうね。そうそうそう。いやいいね、これね。マジでなんか画質が良かったらいいなみたいな。ちょっと後でね、見るの楽しみみたいな。そうそうそう。これこの馬良くなくね、これ。良いか悪いかよくわかんない。ものすごい強だな、これ。しかし、マジで。松のうさいと、飛び広出入り気にした。どういうことなんですかね。別にそこまで騒いでないよねっていう。そうですね。で、お前誰だっけ？ジェヌミンです。どうぞよろしくお願いしますって言ったでしょ、これ。名前だけ覚えて書いてねっていうね。そうそうそう。3番、島田さんな、ジョッキー、多分。あったよね。ちゃんとお願いしとかないとな、これ。ともすごい。まぁ、ちょっとスピードっていうのはまた別だけどね。あともう、その何、施設のさ、つなぎももうだって。違うもんね、やっぱ生き物が。そうそう。送ってもらったの？そう、送ってくれたね、超ありがとうみたいな。そう、おかげでね、長い時間楽しめてますっていう。そうそう。間近で見て、間近で見て、もうでかい。すごい。見てこれ。これ、もうね、笑けるでかさ。やっぱ違うよな、本当に。あれ、3番いなくなった。4番。4番。今ね、4番。これ、目の前で撮った。4番。いいね、4番。4番もいいな。かわいい、マジで。ちょっと踏まれてきて、死ぬわ。もうちょっとで踏まんわっていう。そうそう。踏まれるなんで。踏まれるか。てか、入れんわ、ここ。そうそうそう。これ3番いなくなった。どこ行ったんだろう。3番どこだろうね。これ3番は？3番いなくなった。どうなんだろうね。そうそうそう。YPO 通り。そう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 。SBO だけどね。その通りかけてるよっていう。次3番だから。3番のね、タンでね、ここはタン。まあ、2着はいかん。2着はいかんっていうね。そうそうそう。足でかいよ。マジで。3番来た。これ島田さんだよね。ちょっとレープロ見てみれば誰も教えてくれるから。レープロチェック。3番。あ、松田さんだ。間違えた。松田さんだった。松田道明さん。松田さんだ。これ松田さんね。頼むよっていう。そうそうそう。
公式を映るように番組のちょっと前行くかって、だから番組のちょっと前って完全にそれもう放送中止というかレース中止だもん、うん、でもう馬主資格剥奪だわ、うん、そうそうそう、これな3番松田さん、うん、頑張ってほしいけど、うん、なんかピンポンパンポン言ってるわ、うん、あそこ今奥ね、あそこ、うん、そうそうそう、ね、3番頑張ってほしい、うん、よし、うん、お非常命令かかってるって、うん、お出ましたボロボロみたいな、出ちゃったねみたいな、お出る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 、もうちょっとねマイナス3キロってことかな、うん、うん、よし3番だ、3番をちょっとずっと追っかけていこう、うん、あもうちょっと皆さんまたねちょっとコメントが止まったようでして、これ多分またチャットリロードか何かしないと繋がらないみたいな、うん、そんな感じだと思う、そうそうね、あのちょっとチャットとかをリロードしていただければと思いますっていう、うん、3番よし松田さん、松田さんだ、うん、ちょっとよろしくっていう、うん、頑張ってほしいね、うん、松田さん頭だったら俺勝ちだから、うん、俺勝ちみたいな、うん、よし、あーま、3番もボロです、出たマイナス5キロ、マイナス5キロこれ、うん、3番頑張ってほしい本当に、うん、これちょっと勝たないとさすがにきついよねこれ、うん、よし入場だって、うん、よし今度松田さん追いかけるから、うん、松田さん追いかけるから、うん、よし松田さん録音ね、松田さんに照射、うん、照射レーザー、行くぞ、うん、これよし、行くぞ、でかいね、いいね、でかい、これ蹴られたら多分死ぬよなこれ、うん、一発で死ぬわ多分、うん、サムの3番、うん、おお大丈夫か3番、うん、大丈夫かこれ3番ちょっと跳ねてるけど、うん、大丈夫かな、うん、よしよいしょ3番頑張れっていう、うん、そうそうそう、うん、他のママとちょっと行ってますって、うん、いいね、うん、そうそうそう、うん、よし、まずさっきのポジションです、うん、だからね多分コメント止まってしまってるんでどうしようかなこれ、一回切るか、うんうん、ね、社内さんっていう、うん、一回切るから一回切って再度繋いだらちょっとコメント見えるかなみたいな、うん、感じなんで、ちょっと30分ぐらいで一回切って、で再接続みたいな、うん、ちょっと感じでいこうかなと思います。はい。うん、なんか調子悪いね、これね。ユースト。はい、いうことで。まあ、ちょっとね、まずは、万栄。これちょっと第6レース。6レースかな、うん。これはもう確実に3番ということで、はい。松田さんに、頑張ってもらいたいと思います。はい。ちょっと一旦ね、切りますんで。はい。引き続きよろしくお願いします。